なたが助けてくれたのですね。助けたとは言い難いがな、天聖の暴挙を止められなかった。神はあの炎に焼かれて。いいえ、かすかですがまだ神の息吹を感じます。本当か、ルシファーさん。天聖ダートを探してはもらえませんか。ダート、天界の危機に現れるとされる11番目の天聖です。居場所は誰にもわからないのですが。心当たりなら私に。あ、ご存知なの。ダート様は私の恩人です。今どこに。遥か地の果て、簡単にたどり着ける場所ではありませんが、今の展開を救えるのはダートを置いて他にはいません。ルシファーさん、私にはあなたしか頼れる人がいないのです。お願いします。よく来たな、光を求める者よ。この人がダート。お前たちが来るのは分かっていた。天界をお救いください。神は今。本題に入る前に一つ聞く。お前はなぜ人間に抱かれている。良い洞察力である。すごいね、あの人。どういうことです、ダート様。ここへ来たのはお前の首に縄をつけてでも連れ帰るためだ。お前には僕を連れて行くだけの資格がないのだよ。なんだと。見よ、あれは今のお主の実力だ。中央に灯るのはすでにお主に備わる闇の力。僕を連れて帰りたくば、すべてに明かりを灯さねばならぬ。すなわち火、水、木、光、闇の五つにだ。さて、覚悟はいいかな。元気な年寄りだ。フリエルさん。どいつがケテルだ、正直に言え。勘弁してくださいよ、こっちからも犠牲者が出てるんすよ。ずいぶん生意気だな、本当にカマエルなのか。先輩だ後輩だって遠慮してる場合じゃないっすからね。あれで白黒つけるか。いけません、仲間内で疑うなんて。怪しいのは全員同じなの。そう、信じられるのは私とメタお姉ちゃんだけ。はあ？双子は共感し合える。もしどちらかがケテルに入れ替わっていたら必ず気づく。なんだそのヘリクツ。ヘリクツじゃないでいる。エリアたちにバレずになりすますなんて無理だリア。黙れにぎやかしい。お前らが出てくると緊張感がそがれるんだよ。それ言っちゃダメなやつでいる。この子こんな時ルシファーさんがいてくれたら。だったら拳で決めるか。望むところでいる。いい加減にしてください。団結を呼びかけたウリエルさんが狙われた。そこにはきっと意味があるはずです。そうだ、真実の水鏡を探してみてはどうでしょう。なんだそれ。聞いたことある、確か誠の姿を映した鏡だよね。それがあれば誰がケテルかわかるんだな。古い書物で読んだだけなのですが、確かこの塔のどこかにあるはずです。この塔、
全部探すの？はあ？それで精一杯か？心優しき者よ。黙れ！おとなしく私と一緒に来い！まだまだ足りん！足りんぞ！ほれほれ、どうしたどうした？感じるぞ、怒り、不安。その感情をあらわにし、それを使いこなすのだ。さすれば目的に近づく。すべてはお主次第だ。水鏡というくらいなので、水に関する場所にあると思うんですけど。みんなにもそう伝えたよ。絶対目を離さないからな。2対1じゃ負けるはずないよね、メタお姉ちゃん。ここじゃなさそうですね。そんじゃ次行こうぜ。ねえ、ラファエルは誰がケテルだと思う？わかりません。人を疑うのはあまり得意じゃないので。ルシファー、うまくやってるかな？ああ。はあ、僕に触れることすらできぬようでは。天界を救うなんて夢のまた夢。ヘラジグチオ！が多すぎる。ただ風に舞う木の葉のように流るるがままに。やれやれ、僕の見当違いだったか。今すぐ立ち去るがよい。むちゃくちゃだの。まあいい、今のはおまけだ。お主は途方もない潜在能力を秘めているな。ビナーが送り込んできたわけが分かったわい。次の試練は甘くないぞ。ルシファーさん、あなたを花嫁として迎える準備は着々と進んでいますよ。ラファエルさん。